く、激しく、新しく、そして美しく、世界が注目する女子プロレス、いやスターダム。スターダムのタッグのタイトル、ゴッデス・オブ・スターダム選手権試合、始まろうとしています。実況は私村田春夫、解説は週刊プロレススターダム担当の成川栄一さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしてもう一方、元ユインター、そして現在はプロレスキャスターの大江誠さんです。お願いします。よろしくお願いします。します。さあ始まりました、現チャンピオンチーム東京サイバースクワットのジャングル京奈とコナミですが、成川さん、はい、まあ、これはねちょっとね、チャンピオンチームとしたら、はい、スターダムのタッグのリーグ戦、はい、こちらもゴッデス・オブ・スターダムというリーグ戦の名前なんですが、はい、まあ、そこで優勝できなかった悔しさっていうのはありますよね。うん、そうですね、優勝できなかった悔しさを晴らして、今まで防衛活動をね頻繁に行ってきたんですけれども、京奈選手にとってはこのジェイミー選手っていうのがすごく標的にしてる選手なんですよね。はい、はい、以前肩を負傷したことがありまして、その負傷の原因となったのがジェイミー選手の攻撃だったということで、京奈選手はリベンジに燃えています。確かに今右肩攻めてますね。あー、そこに狙いを定めて追い込んでいこうという、これ大江さん、やっぱりね、怪我っていうのはね、やっぱ古傷になりますからね。やっぱりこうウィークポイントを的確に攻めていくっていうところは、もうタッグでもシングルでも必要なところですよね。はい、これは一番いい、まあ、基本の攻撃ですよね。ジャングル京奈が現在戦っているということは、その負傷箇所はですね、もう万全だという自信があるんでしょうけども、これです。これ今ねご覧になりましたが、この一発でジャングル京奈が肩を負傷、やった相手はジェイミー・ヘイターという因縁があります。まあ、おやさん、やっぱゴーサインが出た上でリングに上がってるんでしょうけども、不安は不安ですよね。もちろんもちろん、ああいう落ち方として、まあ、リング上でも腕を固定するぐらいの怪我ですから、はい、これね、まあ、万全といっても完全な状態じゃないと思うんですよね。なのでここでまた肩攻めをされることによって、いつポコンとね、大きなダメージにつながるかわからないですからね。はい、しかしこれはタイトルマッチ、チャレンジャーチームにとってはベルトを取るためには必要な攻撃。あー、これもね、ビープレストリーの得意のムーブです。京奈選手復帰はしたんですけども、実は結構見切り発車だったところがあって。そうなんですか。そうなんですよ。なのでやっぱテーピングもやっぱ相変わらず分厚いですし、選手たちもなんかもう攻めどころとしても完全に認識してるというか、もうそういう試合が続いてるんですよね。京奈選手もちょっとそれで治りづらくなってる部分もあるかもしれないです。さあ、チャレンジャーチームの B プレストリージェイミー・ヘイターなんですが、成川さん、これ、はい、実はユニットが違うんですよね。そうなんですよ。B 選手がクイーンズクエスト、ジェイミー・ヘイター選手が大江戸隊です。ただこの2人ちょっと戦い合うことでね、お互いを認め合って、まあ越境タッグ、タッグリーグに向けて特別にタッグを組んだ、でそれが始まりだったんですけど、まあ、ここまで続いています。それが大江さん、やはり共に、はい、英国人同士ってのはあるんでしょうかね。ただこの2人は認め合ってるところもありますけども、身長にしても170センチありますし、はい、体の当たりからしたらやっぱりこれね、やっぱり外国人と日本人選手の体格の違いというのはこういうところに出るんですよね。ただそこにおいてこのジャングル、はい、ジャングルはこれ昔インターカレッジで砲丸投げとハンマー投げ選手でしたからね。そうなんですよ。これだからね、その当たりの強さではね、ここは負けてほしくないですよね。体格では劣りますけども、スターダムのナンバーワンパワーファイターというプライドがありますから ね。 しかし並んでみると分かりますね、この体格差。やっぱりタッパー違いますよね。あとこの太ももの太さとかですね全然違いますよね。まあ、やっぱり格闘技は下半身からと言いますけども、さあ、おわ、来た、このバックブリーカー、このタイミングでね、キャンバスに落とされる手前の膝の上に落とされたら、もう受け身を取れないですよね。そう、そして、うわー、ファルコンアロー、猛攻が続きますが、カウント2。成川さん、この畳かけですよね。強烈ですよね。実はこうスターダムの選手の中でも、ジェイミー選手との対戦を密かに恐れている選手っていうのはすごい多いんですよ。あ、やっぱ恐怖の存在なんですね。恐怖の存在、はい、まあ、パワーでね、押されたら返せないですよね。
まあ、大橋さん、ここがね、はい、プロレスの厳しいところで、そう、やっぱり差別級の戦い、そうなんですよ、あの男子でもね、いますけど、やっぱり豪快な選手っていうのは、技とかでもですね、もうタイミングとか、あまり考えずにこう、バカンバカンこう豪快にいきますから、ジェイミーの場合はね、本当にその豪快さが荒さに出てるんですよね、はい、なので、タイミング、まあ、その受け身のタイミングをね、今日のも見落としたりすると、怪我につながったりしますよね、そうですね、まあ、確かに選手が嫌がるの分かりますよね、うん、まあでもね、それでね、ギブアップするわけにはいきません。さあ、ジェイミーヘイターから B プレストリー、そしてチャンピオンチームはタッチができませんでした。今日の選手も出てる時間が長いですね。いわゆるローンバトルが続いてるというやつですね、はい、これ以前ね、京奈選手があまりにも自分一人で戦おうとするから、コナミ選手とちょっと揉めそうになったっていうことがあったんですよ。そんなことがあったんですね、はい、結局それは相手チームを惑わせるためにそういうのがきっかけで仲違いしたっていう風にしてたんですけど、でも実際本当に揉める部分もあったみたいで、はい、そういう二人なんですよね。タッグっていうのは不思議なもので、もうベストフレンドだったらいいかというわけでもないです。はい、そうなんですよね。この二人、京奈選手とコナミ選手ってなんか仲いいのか悪いのかよく分かんないんですけど、とにかくね、言いたいことを言い合って息は合ってるんですよね。まあチャレンジャーチームのリープレストリーも、そしてジェイミー・ヘイターも、大江戸隊とクイーンズクエストという普段は戦い合っているユニット同士の越境タッグです。しかしながら、ゴッデス・オブ・スターダム2019の準優勝チーム、はい、結構ね、このタッグを、ゴッデス・オブ・スターダムのタッグリーグのタッグをきっかけに、結構リーとジェイミーってバックステージとかでもよく喋ってますよ、うん、はい、さあ、コナミのアンクルホールド、こういう時にコナミのサブミッションは頼りになります。そしてミドルキック、鋭いバックを取ったスープレックス、ジャーマンスープレックスですね、投げっぱなしでいきました。わお、大江さん、これ強烈、うん、ほら、この辺はやっぱり鋭角ですよね。そのキックの角度にしてもしっかり後頭部捉えますよね。で、今カウントを2で返した瞬間に、はい、アームロックを決めていきました。そうですね、きついですよ。だから女子は柔らかいんですよね、関節が、はい、ですけども、その柔らかさに対してこの小波の絞りなり、角度きついので、これは結構、まあ、カットきますよね、ジェイミー。おー、しかしここはナイス判断です。ジャングル強打のアシストが入って、トライアングルランサー、来た、あの井上渉さんに七色のさまざまなトライアングルランサーの入り方をレクチャーされたというコナミだが、長い B プレストリーの足がサードロープ、決めきることはできませんでした。この腕の絞りに対し B が自分から回ってるように見えますけれども、これ回らなかったら腕折れちゃうんですよ。なので回るしかないんですよね。なので回転を繰り返す形になるんですけども、あれこらえちゃうと腕折れますからね。そうそう、ジェイミー、わー、重爆トペスイシーダ、成川さん、飛べちゃうんですね。飛べちゃうんですね、びっくりしました。これあんまり彼女今まで見せていなかった攻撃ですね、うん、驚きました。やっぱタイトルマッチということで、そうですね、タイトルマッチを特別に考えてきた技でしょうね。そして、これエプロンですよ、エプロンですよ、下は場外、しかもエプロンは非常にこのリングを形作ってるだけに片側、この発想力、そうですね、Bプレストリーが見事なアシストを見せました。これはまずいことになったチャンピオンチーム、今度はコナミが孤立した。おお、スライディングラリアットと膝のサンドイッチです。こういうタイミングも2人の技が合ってないと本当のサンドイッチにならないですから。なるほど、ここら辺はやっぱり一番外人、二番外人バッチリですね。はい、もうその言葉にね、2人は誇りを持ってますからね。私たちが1番と2番なんだという、その座は揺るがない。さあ、これが決まればタイトルが移動してしまうぞ。 B プルスリーの必殺技、クイーンズランディング、バッチリ決まってタイトル移動、新チャンピオンチーム誕生です。もうリング中央170センチ以上の高さから文句なしですね。文句なしですね、喜びを分かち合います。 B
ディープレストリー、そしてジェイミー・ヘイター、このゴッデス・オブ・スターダムの歴史の中で初めてとなる外国人タッグチャンピオンチームとなりました。東スポ女子プロレス大賞を受賞し、女子プロレス界の顔、アイコンとなった岩谷麻衣。2019年最終戦では赤いベルト第12代王者として初防衛を飾った。その試合後、赤いベルト挑戦させてください。挑戦者として名乗りを上げたのは、アーティストのベルトを持つ19歳、渡辺桃。2020年最初の赤いベルトをかけた戦い、制するのは果たして。さあ始まりました、赤いベルト戦ワールドオブスターダム選手権試合、スターダムトップの証をかけた戦いです。さあ成川さん、はい、渡辺桃が来ましたね。来ましたね。白いベルトを過去 V13 達成して新記録を持っている選手なんですけれども、ちょっとここ最近をね、あのベルトをかけたタイトル戦線で、あの一歩後退気味というか実績を残せていないので、ここで一気に、ね、あの逆転を狙っていると思います。白いベルト、ワンダーでは記録を作りましたが、この赤いベルト、ワールドはまだ未体感の渡辺桃です。そして大江さん、はい、今の岩谷はね、はっきり言って倒したら美味しい相手ですからね。もちろんそうですよ。ただ今の桃の話じゃないですけど、やっぱり2018年に飛び抜けすぎましたからね、伊予からベルトを奪いましたから。そうですね、それで V13 ですよね、はい、それに、ここかそこからすると2019年というのは真ん中の道を順調に行ったんでしょうけど、波がなかったですよね。まあその間に飛び抜けたのがこのチャンピオンの岩谷麻代です。東京スポーツ新聞社のプロレス大賞、女子プロレス大賞を受賞しました。そして成川さん、このスペシャルドリームマッチも記憶に新しいですね。そうですね、去年の12月に実現した一戦で、あのサリー選手と岩谷麻衣選手って同年デビュー、同期、まあ、団体は違えど同期なんですけど、今まで1回も対戦することがなかったんです。それがついにタッグマッチで激突ということで、ものすごい注目を集めました。しかもサリー選手はね、週刊プロレスの女子プロレス大賞、ね、はい、女子プロレスグランプリというもので、あの読者投票で決まるものなんですけど、それで1位を取れました。はい、ある意味ね、はい、シュープロ対トーストみたいなもんですね。そうですね、 MVP 同士じゃないですか。そうですね、そうなりますよ、うん、さあそしてこのモモのね、このソーミッション素晴らしい入り方も見事でした。渡辺モモ、先ほど成川さんから説明もありましたが、白いベルトワンダー V13 を達成しています。そしてなんといっても新成人でございます。まだね、19歳なんですよね。でもね、3月にね、20歳になるんですが、成人式は済ませて、新成人の証としてこの赤いベルトは欲しいところ。いや、これも厳しく攻めていきます。まあ、渡辺桃選手にしてみれば、まあ、大江さんの説明もあったように、まあ、低迷ではないですけども、ちょっとね、溜めてる時期ではあったと思うので、 そうですね、そこはやっぱりここですよね。一気に爆発させるならば、ね、はい、そしてこの20歳の素晴らしい年に跳ね上がりたいですよね。そうです、素晴らしいベルトを手に入れたいですし、まあなんといってもそのね、先ほどのドリームマッチじゃないですけども、岩谷とサリーに注目が集まる中、まあ、ふざけんなという気持ちもあるでしょうからね。私がいるんだぞと、はい、うん、あと、あ、うわー、これフランチャかと思ったら走馬灯でしたね。走馬灯でしたよ。いや、あの桃選手初めて出しましたね。まあ、走馬灯は得意技ではあるんですが、はい、スワンダイブは出したことありますが、これ場外への走馬灯は、はい、この赤いベルト戦のために秘策として飛び出しました。小林さん、相当勇気がありますよね。まず膝が当たるんですけど、そのままボディにつま先も刺さるような感じで当たりましたね。だから角度的に上からですから、はい、これ二次災害じゃないですけど、2つのダメージ岩谷は負ったんじゃないですか。今の一発で追い込められたか。しかしリング上で、あ、岩谷がちょっと笑顔を見せてますね。うん、こう岩谷選手、こう右肩を痛めていて、さっきも桃選手に攻められてましたけど、結構肩がね、ダメージあるはずなんですけど、なんか力強いですよね、めちゃめちゃ。あ、ちょっとこれ大江さん、エルボーが重いですね。エルボーですね。おー、
そばともしっかりボディに叩き込みますね、はい、そしてこれは得意技ドドンパー、後頭部を打ち捨てたがカウント2です。この辺 の、 あの技の順番とか的確さっていうのは岩田にキャリアもそうですし、彼女の才能ですね、一番の才能ですね、こういうところは。まあ、この大会がですねスターダム9周年記念大会ということは、岩谷真由もデビュー9周年ということで9年の重みが、うん、ここでムーンサルトはかわされた。バズソーキック渡辺桃、さあそしてセカンドロープグッと岩谷ピンチに陥ってしまいました。走馬灯ダイビング式、渡辺桃に赤いベルトが近づきつつあります。桃もね、あのこの劣勢のところからもう根性で立ち上がってここまで返すところがやっぱり若さもありますよね。うん、うん、がっちり押さえ込んだ、あーよく返しました。かなりニアフォールでしたがいいですね、すぐに攻めますね。はい、これこれも特技ですね、チキンウィングフェイスロック、うん、ここから投げ技の敵やサーナイスにつないだり、これをね武器に白いベルトの王者時代は防衛の山を築いていました。チキンウィングフェイスロックもね、本当昭和の UWF の技ですけど、はい、やっぱりいろいろ見て勉強してるんでしょうね。そうですね、いいフォーム、いい形で決まってますよ。ただこのままグラウンドを持ち込むといいけども、次は何だ、テキーラサンライズ投げっぱなし、ここに繋げたかったんですね。そしてこの形は必殺技のピーチーサンライズ、決まった決まった、さあどうだどうだどうだ、うわサンライズが返されました。これはなかなか見られない光景。そうですね、桃選手ちょっと出すのが早かったかな。いつも王者時代っていうのはね、ナタのような切れ味のハイキック、これをなんか十分叩き込んでから投げるっていうのが定番だったんですが、あでも違う技、今度ドラゴンスープレックスホールド、あでもちょっとリストを掴んでましたね今ね、はい、ちょっと偏見ですけど、まあドラゴンですよね、はい、岩谷選手の得意技をあえて決めました。そうだ言ってましたね、はい、このタイトルマッチ岩谷のドラゴンで私が勝ってやると、うんうんうん、おじさんいわゆる起き破りですよ。そうですね、まあもうプロレス界あるあるですけど、ただこの後方に投げる技っていうのは腕のロックと腕の形でもう何十種類もありますからね。ありますね、使う選手によって名前も違います。違います、うん、あこれはこれ高角度のピーチサンライズを狙っています。さすがにこれは危険を察知したチャンピオンの岩谷真由、未然に防いでいます。あでも鋭い蹴り、なんだなんだ、飛びついた、ここでなんと飛びつき式の吹雪ラナカウント2。すごいですね、これ相当難しい技なんでしょうけど、はい、決めましたね、躊躇せずにスパッと。そしてすぐにトップコーナー、岩谷真由のフラッグスプラッシュ、おい、取れ返した。だがチャレンジャー渡辺桃もかなりグロッキー、これで丸め込みではありますけども、リバースフランケンシュタイナーのようにね後頭部を打ちましたね。きついですね、この一発でかなりのグロッギー状態となったチャレンジャーの渡辺桃、ここで仕留めにかかるチャンピオンの岩谷真由、こだわりのムーンサルトプレス、だがちょっと当たりが浅かったがどうだ、あーやっぱり返されました。大江さん体力消耗してますからね。してますね、だからその目測もそうですよね、桃を置く場所ですよね、もう一つ遠かったらバッチリ決まったんじゃないですか、はい、ギリギリの中で両者戦っています。しかしチャレンジャーの桃が完全に脱力状態、そしてまだ力があるチャンピオンの岩谷真由、あここで桃が復活、だがそれを許さない DDT、再び桃の動きが止まった、あこれはツームストーンパイルドライバー、これ何かさ使ってますよね、はい、ここ最近フィニッシュ前に岩谷選手がよく見せている技ですね。そして最後はこれか、フルネルソン2段式ドラゴンスープレックスホールド、決まった、チャンピオン防衛です。
これはサラの前段階のツームストンでかなり記憶が飛んでましたね。で二段式ドラゴン行かれたらちょっと3秒間は返せないですよね。そうですね、もうこの時点でかなりもう渡辺桃はグロッギー状態。まあ成川さん、やっぱツームストンを身につけたことによってさらなるこの二段式ドラゴンへの その信頼度といいますかね、はい、必殺技とか上がりましたね。これツームストンってなんか最近使い出したように見えるんですけど、岩谷選手、白井伊代選手と以前サンダーロックというタッグを組んでいた時に伊代選手と合体技でこのツームストンパイルドラゴン使ってたんですよね。チャンピオンになった B プレストリー、新赤いベルトのチャンピオン。おい、何？え、なんで神声するんですか？同じクイーンズクエストの。ジェイミーの方に着くと、一番大事なのは、お前のため。お願いします。なんと、大江戸隊のB プレストリーが誕生してしまいました。後楽園ホール大会赤いベルト戦、王者岩谷舞対チャレンジャーサリー、ドリームタイトルマッチ、乞うご期待です。